Peggy 18. はい、こんにちは、ラビットです。皆様いかがお過ごしでしょうか。アサシンクリードバルハラの攻略解説動画を続けていきたいと思います。本日の内容はこちら、AC バルハラ週間リセット4月28日の週を解説ということでね。いやー、アサシンクリードバルハラ大型アップデートがやってきたということなんですけれども、この動画ではその週間リセットについて紹介していきたいなと思います。で、大型アップデートのことに関しては、まず内容に関してはもう動画でね全部日本語で解説したやつを上げておりますので、そちらの方を参照してほしいんですけれども、あとは実際どんな感じかね試すというのは、まあ、今日のこの動画が出た日のライブ配信でやっていこうかなと思いますので、よかったらそちらも覗いてみてやってください。で、本日の動画の概要なんですけれども、まずいつものようにレダの店の新商品、これをちょっと紹介して、で、装備類があるんだけれども、その装備類の性能とか外観を紹介して、で、次についてる武器で実戦に行ってみたよっていう感じにして、で、最後は今週あったニュース、今週あったアサシンクリードバルハラ関係とかアサシンクリード関係のニュースを紹介していきたいなと思います。よかったらね参考にしてみてください。で、先ほども言ったんですけれども、アップデートに関しては解説動画と、あとライブ配信の方で実際にどんな感じかっていうのをね試していこうと思っていますので、そちらの方よろしくお願いいたします。で、まずレダーの店の新商品、そちらを紹介しようと思うんですけれども、まずゴシック、サウロンの装備のパックの方が出ていますね。でもこれは1週間じゃなくて1日で変わっていくものだから、まあ、1日で変わっていくものでね、なんかレアなものが出てきたらそのコミュニティのあれでお知らせしようかなと思うんですけれども、で、次がバルキリーの背中のタトゥーとバルキリーの鎧、これはレアといえばレアなんで性能はそこまで良くないんだけれども、バルキリーの鎧ね持っといた方がいいんじゃないかなと思います。で、ゴシッククラウン、これはサウロンのヘルメットなんだけれども、見た目もかっこいいし、ゴシック装備は性能がすごくいいので、これはね絶対取っといた方がいいんじゃないかなと思います。で、あとはセイズっていうカラスのスキンで、黒くて黄色に輝いたタトゥーが入ってるカラスなんだけれども、これはカラスにしてはかなりかっこいい方なんでね、まあ、好みは分かれると思うんですけれども、もしオパールに余裕があるんだったらね買ったらいいんじゃないかなって感じです。で、武器が今回また剣盾だけなんだけれども、ケルトの十字盾というのがついています。これはね見た目が、まあもちろん見た目の話だから好みに分かれると思うんですけれども、私は結構好きなんで、かっこいい方の盾じゃないかなと思うんで、これは買っていいんじゃないかなとは思います。で、あとはバルキリーの選手像、これもね見た目の話なんだけど、すごくかっこいいので、これは持ってってもいいんじゃないかなって感じはあります。じゃあね、この辺の商品の見た目とかね性能とかを紹介していきたいと思うんですけれども、まず装備類の性能と外観の紹介なんですけども、もちろんこれ1個だけあっても性能、鎧類、防具類はねボーナス入らないんですけれども、バルキリーの鎧はバルキリーの攻撃をした後に10秒間ボーナスで速度がプラス6されるということで、全部揃ってると防御力がプラス25で攻撃力がプラス10されるということなんで、バルキリーの攻撃を対応するんだったらそのすごくね相性がいい鎧ということにはなるんだけれども、アドレナリンがねやっぱり足りなくなっちゃうから、その場合はアドレナリンを回復するような何かしらのね装備を揃えないといけないかなっていう印象ですね。で、こちらがケルトの十字盾で、見た目が結構かっこいいんだけれども、性能はまあいまいち、普通悪くはないって感じなんだけれども、攻撃をガードすれば5秒間アビリティダメージがプラス25されるということなんで、だからバルキリーの攻撃とかと本当に合ってるんだよね。ガードするだけでいいんで、弾かなくて別に構わないんで、ガードがただできれば、弓でも何でもガードすればその5秒間アビリティダメージが上がるという盾なんで悪くはないんですけれどもね、なんだけどそんなにね目に見えて強くなるって感じはないので、まあお好みでっていう感じですかね。オパールに余裕があるならこれいいんじゃないかなって感じです。で、ゴシックの兜、これはねかっこいいのですごくおすすめですね。見た目でもいいし、でゴシック装備は性能がすごくいいので、敵を倒すとライフが 20% 回復するんですね。だからでクールダウンが10秒間ということなんで、10秒なんてすぐ経っちゃうから、敵がねたくさんいればいるほど回復がねしやすいという感じです。で、全部揃ってると防御力がさらに10秒間プラス20されるということなんですね。だから攻防を一体というか、防御力がすごい上がる、ヒットポイントも回復するし防御力も強くなるしみたいな鎧で、鎧として単純に性能がすごく優秀な感じですよね。
で今日 の, あの装備の見た目こんな感じなんだけど、つけてみると意外とかっこいい、うん、バルキリーの鎧のその腰布がすごく長いんですよね。ロングコートみたいな感じで、で青基調 の, あのゴッド装備ってことでね、かなりかっこいいんですね実は。でサウロンの兜かぶったらなんかすごいあれみたいな、結構似合ってるぞみたいな感じになるんでね、この見た目バルキリーの鎧は見た目いいですね、うん、見た目用に買っとくのもいいかもしれないって感じですよね。でケルトの十字盾がやっぱり映える感じで、この真ん中にねグリーンの何だろう輝くやつがあって、そこにルーンが刻まれてるみたいな感じなんだけど、だから今回のレダーのショップの装備セットは見た目結構いいかなみたいな感じですよね。でサウロンの兜は首周りがねちょっとスカスカするっていう意見が多いんだけれども、ここはヒゲとかもじゃもじゃしヒゲとかつけて少しあの格好を埋めると少しねその辺が解消されるかなって感じなんで、よかったらねヒゲとかちょっと凝ってみたらいいんじゃないかなと思います。色とかねあと変えたりするといいと思うん で盾を構えるとちょっとあのミョルニルと合わせてみたんだけど、すごいよく似合うよねこれ、結構かっこいいよなとか思うんだけど、いやもうこれで早くねあのドルイドの怒りにね出陣していきたいなって感じだよね。まあバルキリーの鎧どうしようかな、でも今回のでこんななんだろうロングコートみたいな青いロングコートみたいでかっこいいなと思ったから、バルキリーの鎧もいいなって感じですよね。でカラスのスキンセイズなんですけれども、こんな感じですごいねあのかっこいいんですよ。黄色のタトゥーみたいのが入っててセイズって言うんだけど、カラスとしてはすごいねあの私は1、2を争うほど好きな感じ。他の動物になるならねまた別なんだけどもって感じなんだけどね。で選手像もバルキリーなんだけど、これもねおすすめといえばおすすめなんですよ。光の翼がねあのブワーって出てて、あの船で進んでいくと結構かっこいいんですよねこれ。今フォトモードだから動いてないんだけど、これ動いてるんですよ、ファサファサって。だからなんかね船で動き出すとすごくねいい感じに光ってるんで、まあこれ見てねかっこいいなと思った方はぜひねレーダーの店で、そんなにかかんないかな、オパールも35で買えるんじゃなかったかな。で今週のオパールのミッションこなせばすぐ貯まるんで全然大丈夫だと思います。あとはね UBI コネクトの報酬もらえばオパールまたね50個ぐらいもらえるから、まあそうやってね UBI コネクトと週刊チャレンジみたいのレダーの店のねあの依頼をこなしていけばオパール100個は毎週もらえると思うんでね大丈夫だと思うんだけれども、で穂がゴシックの穂なんだけれど、サウロンのやつの穂なんだけれども、まあ白黒でシンプルでいいかなって感じなんだけどね、そのなんか翼の生えた天使が地面に落ちてみたいな、なんかどうなって打天使みたいな感じなんだけれども、黒で縁取られているのが結構かっこいいかなと思うんだけどね。まあこれは優先度下がるかな、本当好みによるかなって感じなんで、まあ、全部もちろんあったらねいいと思うんだけど、オパールが足りなくなっちゃうんでどんどん減ってっちゃうから、なんかまあ UBI コネクトのチャレンジでオパールをもらってくるのが効率がいいんじゃないかなって感じですね。それではね武器を試していってみたいんだけれども、つってもまた軽盾だからね、武器というよりはあのガードしてアビリティ攻撃するっていうことだよね。それがどれくらい有効かな、あいけねえ、いやー防御ボタンも失敗した弓構えちゃった、防御ボタンでねこれでガードしてよいしょ、あルーン出たね左下に、あそれなりの上にルーンが出てこれで決まったの、うわー落ちてった、死んじゃった川に、大丈夫、あー起きてる、あーよかったよかった戻っといて戻っといてよかったよかった、川の中であれ確認しに行くの嫌だからねめんどくさいから、よいしょ入って、ガードしたけど昼間ない、あこれアップデートも入ってるんだけど、あれだねパリーがしてる、パリーしてる間もう攻撃受けても昼間ないみたいになってるから、スキルでスキルとかのね紹介も後ほどねしようと思うんだけど、危ないよこれでガードができない、さあ弱攻撃をしてこい、よっしゃもう一回来るよね、さあ来い、よっしゃ決まった、とどめさせるか、あさすがにとどめまでいかないか、250近く出てるから確かにちょっと高いかな攻撃力、うん、でもほんと10とか20の魚みたいな勢いになったけどこれでじゃこの人にまた別のスキルで突撃、おーっしゃらあれ死なない、143ダメか、そこまでやっぱ強くならないね残念ながら、残念ながら盾はやっぱり、うん、見た目用かなって感じだね、それよりは武器持っちゃって二刀流にした方がいいもんね。
じゃあとりあえずですね、今週の朝クリニュースということなんですけれども、まずタイトルアップデートですよね。これが実装されたということになっております。魚いなかった魚とかね、新スキルが追加されているのでね、詳しくはまあ日本語解説動画とか今日やるライブ配信とかでね、全部チェックしようかなと思ってますので、そちらをまあ時間がね合わない人はアーカイブとかでね確認してみてください。で、次にドロイドの怒りの SS がね、いくつかリークしてて、それを紹介したいなと思うんですけれども、まず一つ目がこちらで、エイボーがなんか魔物と戦ってるみたいな、なんかもうアサシンクリードじゃないだろみたいな、ファンタジーのなんかのゲームかみたいな感じになってんだけど、気になるのが槍ですよね。なんか見たことない槍を持ってて、また新武器かなみたいな話でちょっと盛り上がってるんだけど、あと手前のドルイドはいいんだけど、奥にウェアウルフみたいなやつがいいんだよね。だからモンスター退治がね入ると言われているので、新しくこのモンスター退治がね早くやってみたいなって感じですよね。伝説の獣戦の代わりにモンスター退治が、伝説の魔物みたいのが出てくるのかもね、マップ内に。これ面白そうだなって感じですよね。でこちらも新しいリークしたスクリーンショットで、気になるのがエイボーが装備している盾と弓と、あと腰につけてる鎌だと思うんだけど、シクルの一種だと思うんだけど、オデッセイかなんかにこの武器はもうあったみたいに言われているんだけど、私詳しく知らないんだけど、なんかあった武器らしいですね。だから新武器のシクル、鎌が追加されるんだろうと。もしこれは片手剣に入るのかもしれないけどね、鎌と片手剣は同じ扱いになるのかもしれないけど、ちょっと分かんないけどもね、とにかく新武器追加ということになっております。でこれはドルイドのその3姉妹がいるらしいんだけど、また3姉妹かって話だよね。3姉妹がなんかしてるってことなんで、この3人がなんかキーとなるようなドルイド教団と戦っていくのかなって印象ですよね。もしかしたらドルイドは悪い人ばかりじゃないのかなとか、なんかそんな深掘りもしてるんだけど、またとにかく楽しみということですよね。で今後のアップデートの予定も最後に紹介して終わりにしたいんですけれども、タイトルアップデートがまあもう今日入りましたよね。で次がドルイドの怒りが5月13日で、その後タイトルアップデートがまた入って、その後まあレイトスプリング、春の終わり頃にマスタリーチャレンジというのが追加されるということになっております。でタイトルアップデートの間隔を4週間から5週間、タイトルアップデートっていうのは今回のみたいな大型のパッチのことなんですけれども、4週間から5週間に増やすと。で期間を増やした分、やっぱりバグが問題になってるというのは会社の方でもその分かってるから、その1週間増やした分、インターナルにそのバグをチェックするチームを2班用意して、その2班がこの入れたパッチでちゃんと直ってるかどうかとか、バグが新しく起こってないかとか、そういうのを確認して、でちゃんと直ってなかったらまたその戻ってもう一回修正に入るというような、そういうシステムをね組み上げたということで、だから1週間、長くして5週間でタイトルパッチをまた入れてみたいな、そういうことを作ったということになっております。だからまあいいんだけど、これ開発の前にこれをねちゃんとやってれば本当は良かったなとは思うんだけれども、まあアサシンクリードね、これからパリ襲撃とかも夏に入ってくるしね、大きい新マップとかあるから、まあこんな感じでねちょっとずつ良くしていけばまたどんどん良くなっていくのかなって思うんだけれども、もうバグが起こっちゃってる人はそのセーブデータは直せないのかなっていう印象ちょっとあるんだけどね、まあ、どうなるのかなって感じですよね。個別の本当マイナーなバグ起こっちゃって、それをセーブしちゃった人はもうやっぱりなんか治んないんじゃないかなとか個人的には思ったりもしてるんだけれども、まあそれはそれでほっといて次に行ったらみたいな感じだけど、進行バグはでも直してもらわないと困るよねと思うんですけれども、まあとりあえずね今日はこんな感じで終わりにしたいなと思います。ご視聴の方ありがとうございました。また来週もね週刊リセットが出たらそれを紹介して、その1週間に溜まったね朝クリニュース、ちっちゃいニュースとかをねまた紹介していきたいなと思いますので、よかったらチャンネル登録の方とかもねよろしくお願いいたします。それではラビットでした。皆様の良きバルハラライフをお祈りしております。ほいじゃ、またね。